はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこです。トルネコの大冒険不思議のダージョンスーパーファミコン版ライブ配信始めていきたいと思います。今回の配信ツイッチで、お届けしております。ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメント、ぜひお願いいたします。ツイッチ、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。今回の、アーカイブはもう YouTube で上げます。2日後、5日土曜日、21時プレミア公開でアップロードいたしますので、ぜひ、YouTube にもアクセスしてください。 Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。そして、YouTube のチャンネル登録、高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブ2 days after YouTube my channel アップロード、 YouTube my channel サブスクライブド and グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、ツイートのリツイート、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントビジット&リツイート&アカウントフォロー&グッドボ、ツイートグッドボタンプリーズ。さあ、罠抜け、ないですね。行きましょう。最初の冒険です。装備結構罠抜けも意味がある。金縛りはなんだ、モンスターの動き止まるやつ、青銅盾だ。とりあえず装備、3ですね今。
行き止まりだ。この辺は簡単に行きましょう。レベルアップです。蚊の盾切り替えます。青銅盾はね、これ蚊の盾は錆びないし、お腹が減りにくいんです。なのでこれ最強の盾です。まあ他にの意味で最強いった三日神、錆びない中へ最強の三日神とかドラゴンキラーとか、あと力が落ちない鱗の盾とかもいいかもしれないですね。あ、間違えた。多分もう全部回ってると思うんで2階に行きましょう。自分はなるべく動かないっていうのがいいですね。そう、ホロライブのですね、雪代ラミーだったっけな、の配信見たんですが、まあやっぱりね、勉強になりますね。いかに無駄な動きをしないかっていうのが大事だと思います。あ、モモンジャだ。あれ？なんで？おいおいおい。は？人のこと言えないや。フラグ建、上級フラグ建築士だよな。いや、今回は、今回ちょっと油断してただけ。穴抜けの魔法を失いましたね。行きましょう。落ち着きましょう。あ、三日神だ。プラス2、強い7。強いな。防御面では強いですね。防御面では素晴らしい。錆びないですしね。最強候補の一つではないでしょうか。一応装備しときましょう。こういうふうに動かないのは大事です。2で、2か、剣の強さ。シャナク。メッキ、メッキはいらない。メッキさようなら。まあしばらくは持っといてもいいかも。持っとくか。メッキ、まあ一番最初に消す候補、捨てる候補だけど一応持っときましょう。
かね、顔がね、ムックに見えるんだよな、大ナメクジ。ドラキーか。こんにちは。切ると、でもね、金のあれ使うにはもったいないですね。こんにちは。一発一撃でやった。あ、薬草だ、使おう。説明見ていこう。ヒットポイントは少し回復するぞ。最大ヒットポイントは上がります。もう行ったので、ね、2階へ。お金、こんにちは。結構大なめくじ攻撃かーす。あ、三日だ。あ、と思った、三日持っとんのだよな。そら三日いらんよな。まあ、こういう武器はあの矢の代わりに使います。矢よ、矢ってまだ持ってないよな。いやー、いらねえや。いや、出口塞いでるし。まあこれ反対方向行きましょう。今矢を持ってない限りはまともに戦ってはいけない。スライム、いらん。火炎草は大事。三つ星はそんなにいらんかな。常に先制を取れるように、できればここのタイミングで3に上げときたいですね。レベル3に上がりました。来ない。ここがラストだが、ないね。3だったらまだ攻撃するのは危険ですね。あと敵がいた。これな、邪魔だけど今やったら死ぬ可能性あるから戦っちゃダメですね。さあ3階へ下がっていきます。いきなりゴーストとのバーストル一発で倒しました。レミーラか。あ、なるべく後の面で使いたいですね。何もない。矢があればな、戦うんだけどな。変装とかももったいないしな、結局さまよう鎧と会うまでは。何？あ、リレミトだ、やった。これでやばい時は引き上げます。早くも腹が減ってきてんのか、やばいな。
とまだまだアイテムありますね。シャナクメッキバイキルト、バイキルトは巻物を持ち帰りたいかもね。こんにちは。金銀パールプレゼントですね。指輪じゃないけど、あこんにちは。確実に倒せる敵を敵からいきましょう。 12%、 5% 増えるんでね。あの薬を馬鹿にできません。 9% ギリ前の、あのパンは食べちゃダメです。ほい、おもんじゃもいる。え？は？くらえ。モンスターハウスは別称アイテムハウスですね。あ、これは金の剣を食らえ。クソ、外したか。青銅の盾を食らえ。あとは何もないな。よかった。レベル5にアップです。インパス持ってないよな。エグスイソつけときましょう、ね、お、ドラゴンシールドやん。あー、悩みますね。一応あの置いときましょう。お、再度異様だ。金縛りメタパリソウ、悩むなぁ。これね、結構美味しいと思うんですよ。なんで、あえてリレミットで引き返すのも、コンボはいらん。結構、だから、あの、付加価値を高い、あの、これ、みんなアイテムじゃないですか。優先で、古い石の指輪か。あ、でもさ、逆に考えるんだ。結構美味しい気はするけどな。もしさ、これいらない。ってなんだろう。あ、金の剣の方、金の剣だったらあの金になるから、これでもう帰っちゃいましょう。お金になりますからね。あ、しまった。
きましょう。しまったな、いろいろ。やばい。まあ、しゃあないです。これは。なんで食らうんだ？しゃなく。外れるな。レベルアップ。金は別に金が増えるわけじゃないからな、バイキルト野郎が。パンだ。まあまあいいでしょう。腐ったパンも。パンも使い道あります。今あの盾を何も手に入れてないんだよな。2階。レベルアップ。どうしよう。あ、早くもリリミット。いいもの持ってないですからね。ちなみに満額お金もらえるんで、リレミットで生還した場合って、いない。あ、今は無理だな、まだ。
まあ攻撃しなかったら起きませんので、今は無視でいいです。なんだろう、奥、あ、リミット2つ目だ。さあどうするかですね。リミットで帰ってリミットを1個持っとくとか、いやその必要はないよな。まあもしあのリミットで帰らなきゃいけない場合は持っときますけど、あ、イオだ。力の種でこれで力の限界9アップ。ないよな。3階へ。いいかな。大きいパンが一つ、腐ったパンが一つか。お金。インパスは何もないな。レベルアップです。9%。なんだろう。まだそう。シャナク。さあ地下4階。敵は早い。動きが早い。俊敏。あ、邪魔しやがって。まあでもまだ多分勝てない可能性はありますからね。木の矢を手に入れたけど、1個だけやったらちょっと嫌ですね。え？あ、本当だ。大きいパンを食います。ピレミッドが今2つあるんだよ。強くなっていきます。力の上限、あ、上の杖だ。バシルーラか。あ、じゃあ持ってなかったんだ。悲しいな、持ってなかったんです。矢を、矢じゃない、盾を。盾欲しいな、早いこと。いい盾を手に入れないとやばいかもね。化け記憶を一発で始末できないとちょっとやばい。誰？
しそうだ。こうになったら買うけどな。ここ行き止まりだった。これは木の矢一本ですね。他は何がある？ただ、ね、寝た状態だとやばいからな。うん、やめとこう。安全策がいい。さあ、地下5階になりました。嘘！いきなり落とし穴。嘘でしょ。レベル5にアップです。は？イオの巻物ですよ、当然のごとく。なんで？ここで木の矢を打つ。OK、いらない。あ、イオの巻物だ。いら、うん、腐ったパンか、微妙かも。嫌ですね。装備しときましょう。いや、できればね、お金を先に得ましょう。銅剣か、今金の剣だよな。お、いいじゃないですか。ちなみに金の剣の1が3なんで、あ、まあいいでしょう。だからコンボはいらない。さが効かない。さは盾を持ってない。武田鉄矢が増えていく。これで魔導士を倒せるようになります。何だったっけ。ボタンで打てる。ここもういらない。使ってみましょう。効果がない。さあ、何を使うかですね。まあとはそう投げよう。え、効かない？グールだ。握手会。あ、握手会とか言ってる余裕ないですね。
レベルアップ。いいんじゃないでしょうか。なんだろう。まだ上があるんだ。あ、バイキルトか。バイキルトか。使っちゃうないとしゃあないな。あ、同剣か。じゃあ、まあ、使っちゃおう。悩むけどね。行き止まりだな。 35% 今普通のパンがないんだよな。まあでも一応ドッケスを持ってるから、まあいい、まだいいかもしれない。あ、インパス、もちろんオパールの指輪を見ます。いらない、金になるだけだ。はあ、こうして7階へ。これね、こうもできるんです。あといくつ？6本か。捨てるとしたらシャナクだろうな。イオが1個だけか。レベルアップです。すごい、お金がどんどん増えていく。これで限界だな。しゃなく置きましょう。金銀パールのパール。しゃなく、金の指輪。あ、おとぎしそうだ。おのか。あー、落ちた。おとぎしそう取ろうとしたのに。強いな、なかなか。あ、19% か。パ
たる指輪は何者なのか。あ、酸が効かない。%今 9% かまだ。レベルアップ。あ、くそ、包まれた。まあ、ただここで追っかけたら死にます。矢の代わりに大きいパンダ。よしよしよし。お、結構いいな。ちなみに銅の剣がなあ、なんで銅の剣にはかなわないのか。悪くないですけどね。込みます。え、どうなってんだ。来ない。キーパッドめんどくさいよね。何がある。シャナック、リリミット、毒パン、ソーバシルーラ、腐ったパン、まあ60か。何がいいんだろう。もちろん火炎草という手もありますが、ここを考えることがすごい大事です。暗い。そうは持っときましょう。やっぱりよほどもしもの時の回復は欲しい。よ
しよしよし、大きいパンだ。腐ったパンがあって、インパスはないのか。大丈夫。あ、何がいいだろう。シャナク。ね、眠りかな。かな。まあボミオスかもしれませんが、もう一旦なんか黙っとけば判断できたかもね。あ、ここで56か。食べます。ちょっと早いけど、なぜこれをするかって言ったら、毒消しを食うためです。で、力の種をここで食います。これ11に上がります。あ、リエミト3個目だ。いやー、いらない、さすがに多すぎる。トラバサミ、さあ10階へ突入です。ルーラスはこれで2つ得れたよな。リレミトがな。でもリレミト10階で得られるんですよね。リレミト1個置いていきましょう。天使しちゃダメです。ベビーサタンは、は？水槽が一つか。
リーダー男多すぎだろ。なんか敵がどんどん強くなってきてるよな。分からん。盾が全然もないからな。あ、初めて盾だ。しかもはぐれメタルじゃないですか。あ、お、銃すごい強力、強力すぎます。しかしこれを得るとこれを得られないんで、どうしよう。鉄の金庫ゲット。だね、鉄の金庫すら邪魔っていうこともあるんですよね。あ、まだ。さあ11回迷路になってます。こうなってますね。まだそうね、潰しそう。え、なんで。あ、そっか。メッキ類はないんだ。じゃあ錆びるんだこれ。リミットが今2つだな。これ大きく動きはできませんね。火炎素は絶対欲しい。難しいな。強いかもね今。相手にしないことだよってことで、相手にしない。え、まあ仕方ないな。手にしないことだよ。本当に通り道塞ぐのなんとかしてほしいよな。ちょっともう A は使わずに行きましょう。
メッキどこで手に入るんだ。どんどん盾が錆びちゃう。確かマイナス5まで行くんだ。盾の強さがなくなるまでは行くんだろうな。早くメッキを手に入れなきゃいけません。イオだ。イオは持ってない。いや一つ持ってるか。シャナクはいらんしな。なんだろうこれ。鋼鉄はいらん。どんどん盾が弱くなっています。やばいやこれ。マイナス8って。盾を強さ2やん。鏡は冷めない、3で冷めないからまだいいものの。え、三鏡じゃないよねこれ。はぐれメタルの盾だ。ここで拾えるんですね。あ、インパス来た。パールが。パールの指輪を宣言できます。え、指輪って装備してないよね。力が。からこそパワーってことですかね。15になった。あーやっぱり来たか。なかなかいいですね。ようやくメッキ。マイナス8にメッキってなんだ。お、ドラゴンシールドだ。え、どっちが上なんだ。いや、そらドラゴンシールドの方が上だけど。意味がわからない。うん、強い。なかなか強いんじゃないかな。行き止まりや。
あー邪魔してる。あと鉄親はいくつ？9つあるんか。眠りの杖使ってもよかったかもね。あ、行き止まりだ。力がやっぱりね、あるからね。27階だったよな。一番下の階が。4体セットです。結構力、数の力怖いな。ほんと数で来られると怖い。なんだろう。なん。あ、爆弾岩や。これ爆発しても経験値は得られないんだよな。止めとこう。ウルトラバサミ。あ、嫌だ。こいつはちょっと直接は戦いたくない。4% になった。パン食べてない。鉄の矢は9本か。わ、ダブル鉄の矢だ。あー、くそ、やっちゃった。え、一発でやった。結構やっぱ強いな。今火力が高いですね。あ、え、なんで。あ、いや、24%。
金縛りとかいろいろあるからな。インパスがないから。ようやく止まった。もうなるべく動かない方がいい。おとぎそ持ってるよな。あるよね。あ、怖っ。まあでも左からしか来ないですからね。いや、無視です。とにかく無視。無駄な争いは必要ない。あ、くそ。レベルアップ。何にもないよな。ローリング、ロータリーかな。さて、鎧か。あ、やばい。なんだったっけ。イエティ、イエティ、あ、強くなったな。あ、メッキだ。当然ドラゴンシールド。あー、クソ。倒したい。飛ばした。
くりした。相手にしたくないんで。経験値は美味しいな。です。もうその手は打たない。経験値稼げるだけ美味しい相手ですからね。インパスだ。一回だけか。あいつに会いたくないですね。いらん。お人形40か。でも結構食らいますね。こんなルーラソーばっかりなんだ。ゴーレムイク、確か時間制限あったような。もう木の矢か。鉄の矢がもうないんだよな。なんで木の矢で。あ、くそ。
今 11% か。ちなみに今大きなパンは一つしか持っていません。じゃあもう探したんで、メッキされている。ドラゴンシールドにメッキはされてるんで、あんまり、これ本物の階段だろうな。もしもしもし。あ。あ、行き止まりだ。あ、やった、イオを手に入れた。今何の剣持ってるんやったっけ。銅剣か。着物を置こう。てかな、ラリホあと一回使えるんだよな。メッキかな。偽物鉄の金庫かもしれん。19階じゃなかったよな。出た。何、薬草と力の種か、両方いるな。あ、間違えた。いや
パンがもうないんだよな、実は。あ、やばい。トキソウ飲むか。あれ、間違えた。あ、全然目が分からなかった。え、何やってんだ俺。木の周り。聖域だ。雷を杖ですね、これ。
マイキルトだが何を持ってない今。あ、そうだ、ここ行き止まりなんだ。あれでもさっきこっち側にいたよな。レベルが上がらないや。装備がまだ手に入らないんだよな。パンダ、よしよしよし、大きいパンダ、これは嬉しいですね。行き止まり？いや。何もないから引き上げるしかない。 11% か。大きいパン2つあるからいいものの、毎回まだ早いな。あ、なんだこれ、地雷か。武器も、あ、パンか。何を、あの、4回。見てみよう。回復の
危ない危ない。ルーラソーばっかりだったもんな。ミラ男か。ルーラソーばっかりだ。ここでルーラソーです。パンダ？お、普通のパンダ。普通のパンを食う。ようやく盾だ。スカラってあったっけ？あった、どうしよう。とりあえず読もう。盾を力5。インパスは何もなし。大きいパンが今2つ。千里眼、地獄耳、イカズチが3つ。早く起きてほしい。パンダ。バイキルトだが何も持ってない。あー
72か。行き止まり。何もないんやったらもう降りよう。鱗は錆びないはず。イオってあった？イオはない。イオ持ってないのか。じゃあもう逃げよう。あーやばい。いや、 OK。 どこ？ルーラソー。ワープしてないし。おとぎそうだけだよな。トギリソウが1個あるんだ。あ、クソ。あいつ。ミッキーいらん。投げる。イオの巻物呼ぶ。一発食らったら終わるよな。なんで？無理ですね、さすがに。
かった。しかし最後の冒険でいきます。これボミオスの杖だ。ただね、これで全部回ったんだっけ、この回は。あ、リリビトを手に入れた。大事に使いましょう。絶対無駄にしないように。ぜひよろしければ見ていただいている方、アカウントのフォローいただければ嬉しく思います。誰？ドラキーか。
多分これそうだよな。え？やっちゃった。わ。インパス持ってないんだよな今は。矢があるんだ。じゃあこっちから撃とう。に？レベル4なんで、やっぱりレベルが低いですよね。ああ。開くか。ヒットポイントをしっかり見ることが大事です。通常の矢、音切り槽はこれはデポしときましょう。え、何の、あ、そっか、あ、大丈夫。レベル5にアップ。なんかちょっと雑になってきてる。あーっと。
何を取った？メッキか。え、もともと持ってたのが銅剣で1上がるだけか。見えないものが見えるから、罠も見えてるはずだ。パンがすごいな。パンが3つ目だな。ミニパッドか。初めてだ。お、カノダテ。火炎草とギリソウ。薬草が2つ。カノダテ1。これで腹が減りにくくなる。やっちゃった。ちょっとやっぱりもう注意力散漫になってきてますね。なんかもうこんなばっかりだな。ということで6回結局冒険したけどね、生還したのは1回だけってことで、今回ここまでとなります。今回はツイッチで配信を行いました。よろしければツイッチアカウントフォロー、チャットコメント、
ぜひお願いいたします。ツイッター、ツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画のアーカイブは2日後5日の21時にプレミア公開で YouTube にアップロード予定です。ぜひ YouTube チャンネル、Twitch のチャット欄に記載してますのでご訪問いただきまして、アカウント、チャンネル登録、動画の高評価などお願いいたします。 YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドムービーグッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントも持っております。こちらもツイッチのチャット欄にアドレス記載してます。アクセスしていただきまして、アカウントフォロー、リツイート、ツイートへのいいねお願いいたします。ツイッター、X、マイアカウント、プリーズウォッチ&アカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ、はい、ということで結構反省点の多いトルネコにの大冒険になりました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。